岡田監督が NPB に提言、ドライチ指名の事前校を表やめへんか。気持ちはわかる。去年は公表多くてつまらんかった 2.3 球団くらいで牽制し合うなら面白いけど、アマ野球や編成、ドラフトのプランを考えたりするのが好きな僕一部の人間を除いて公表はつまらないかもな。俺は面白いんでいらんこと言わんでください。これは監督の自由だと思う記者が詰め寄るのは良くないけどね。ハズレ1位の代わりになる言い方も考えてほしいな。1位指名は1位指名じゃね。それ NPB に言うことなんかな。マスコミが勝手に聞いてることちゃう。 SNS が発達しすぎてるし、中日みたいに情報漏れたりするしな。阪神ファンのみんな、大山の二の舞は絶対やめような。公表して指名されにくくする戦略やろ。そんなんおもろいおもろくないじゃないやんか。岡田は実は一貫してファンファーストだから信頼できる。事前校表込みの牽制の試合を見るのも楽しいのよ。なら阪神だけやめればよいのでは。何でもかんでもオタクの意向に合わせるほど他球団はお人よしではない。ご視聴ありがとうございました。